皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、毎度おなじみやらさせていただいている J リーグニュースの第38弾について紹介していきたいと思います。まあここ数日でいろんなニュースというところが動いてね、まあ結構注目のニュースだったり、まあようやく決まったニュースというところを含めて、やっていきたいと思います。このサムネのね、外国籍選手2人に加えて FC 東京の原大選手と、山梨学院高校の広沢選手と、あとはベガータ仙台に所属していたキム・ジョンヤ選手っていうところのね、5つですね、今回第38弾で紹介していきたいと思いますので、まあ、久しぶりの、J リーグニュースになりましたけど、楽しみな盛りだくさんのニュースになっています。最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということですね、1つ目から、ビッグなニュースになってると思います。高校サッカー選手権で優勝した山梨学院高校の広沢選手がポルティモネンセ U23 に加入することが決まりました。広沢選手はそのままですね、このままの流れで言うと山梨学院大学に入学する予定でしたけど、高校サッカー選手権の大活躍によりポルティモネンセから目がつけていたことだったり、広沢選手自身もですね、海外意識が強かったことなどもあって、今回の移籍、まあ、ポルティモネンセ U23 への、加入が決まりました。広沢選手は湘南ベルマーレの下部組織出身の選手だったこともあって、高い技術に加えて前への推進力だったりハードワークをね、1試合通して行えるってことがね、この広沢選手の、大きなストロングポイントになってるのかなと思います。広沢選手としても高校日本一からですね、いろいろな状況がありすぎて未だね、どのような状況かは分かっていない部分などもあると思いますけど、広沢選手がこれまでやってきたことがついにね、報われて、まあラッキーボーイという言われるぐらいの運も含めてですね、このようなチャンスが巡ってきたと思いますので、ぜひね、新天地での活躍してほしいなと思います。まあ僕自身もですね、高校サッカーを見始めてからこの広沢選手というところを知ってね、まあ非常に最後まで諦めないプレーだったり、熱いプレーっていうのがね、見ていて心を打たれましたし、まあそういうところがね、きっと、ポルティモネンセのスカウト陣というところにね、評価されて今回の移籍に至ったのかなと思いますのでね、ぜひ頑張ってほしいのかなと思います。ポルティモネンセは日本人選手もたくさんいて、この冬のところでもですね、中村浩介選手だったり本田圭佑選手など、たくさんの日本人選手がいますので、アンダー23チームでね、結果を残して全部ね、ぜひね、トップチーム昇格っていうところを目指して頑張ってほしいと思います。契約期間だったり、まあ、移籍金だったり、まあ、年俸というところはね、詳しい詳細はまだ公表されていませんけど、まあ、そこら辺のね、詳しい詳細っていうところがまた情報が出次第、報告できればいいのかなと思いますので、まあ、そこは随時報告していきます。まあ、ひとまずですね、高校卒業から海外と、まあ、そこまでない形、まあ、大学を経由したり、J リーグを経験してから行くっていうのがね、まあ、最近の流れですけど、そこまでない形になりますけど、期待をしていますのでね、今後の広沢選手の活躍っていうところに、期待して、またね、報告、まあ、試合の情報だったりっていうところもね、あれば報告していきたいと思いますので、海外に行くことになりますけど、頑張ってほしいのかなと思います。はい、ということですね、続いて2つ目の J リーグニュースは、大分トリニータがアトレチコゴイアニエンセというところクラブに、ね、所属するマテウス・ペレーラ選手をレンタル移籍で加入する可能性があるということを、ね、報じてくれました。24歳のペレーラ選手はフィゲイレンセというクラブの下部組織出身の選手で、2020年の11月にアトレチコゴイアニエンセに加入をしました。大分トリニータはペレーラ選手を前からね、獲得に乗り出していたということなんですけど、その時は、所属するアトレチコがね、残留争いをしていたため、クラブ側が放出に、まあ、ちょっとね、難しいというところを示していましたけど、結果的にその後クラブの、残留が決まったことなどもあって、このね、ペレラ選手の移籍の進展があったみたいです。レンタル移籍期間はですね、ひとまず1年間を見込みとするんですけど、まあ加入することとなってね、ひとまず、入国を待つ感じになるのかなと、今後の、流れ的にはそういう感じになるのかなと思います。ポジションはボランチが主戦場ではありますが、センターバックもこなせる選手になっています。経験値もありながらまだ24歳とね、これからが楽しみな選手になっていますので、ここからのね、まあ移籍の進展というところを待ちたいなと思いました。大分トリニータとしてもボランチだったりセンターバックなど、この冬の放出がね、あった中で、そのぴったりのポジションにこのペレラ選手が加入することとなれば、とてもね、大きい補強になると思いますので、このペレラ選手の移籍の進展というところを、今後待っていきたいと思いました。はい、ということですね、続いて3つ目の J リーグニュースを話していきます。
徳島ボルティスはフランス一部のブレストからイタリア人のクリスティアン バドッキオ選手をですね、完全移籍で獲得することを発表しました。まあ、こちらね、外国籍選手というところで、毎度のことですけど、バドッキオ選手は新型コロナウイルスの影響によって、未だね、ちょっと日本に入国することができない状況なので、緩和され次第入国して、まあ、その後メディカルチェックを行って、徳島ボルティスと正式契約に至るというね、今後の形になっていますので、まあ、練習合流だったりっていうところは未だちょっと難しい状況になっていますけどな、緩和され次第合流という形になっています。バドッキオ選手はイタリアとアルゼンチンの国籍を持っており、アンダー21のイタリア代表経験を持つ、現在28歳の選手になっています。リーグワンのブレストに在籍 してね、今年で5年目となるシーズンなんですけど、背番号11番を背負い、ここまでリーグ戦の15試合に出場しています。ポジションとしては主にボランチだったり、トップ下を主戦場として活躍する選手になっています。このバトッキョ選手ね、まあ先ほど言ったようにイタリアの代表経験、アンダー世代の代表経験などもあって経歴はすごいですけど、まあ初のアジア挑戦ということになってね、浸透するのに時間がかかったりと、正直、まあこのバトッキョ選手、未知数な部分はあると思いますけど、まあ J1 を戦う上で確実にね、徳島ボルティスの戦力になることは間違いないのかなと思いますんで、まあひとまず、コロナウイルスの影響によるね、入国制限というところは緩和され次第合流になって、そこでね、バトキオ選手の活躍というところを期待して見ていければいいのかなと思いました。はい、ということですね、続いては4つ目の J リーグニュースを話していきます。4つ目は、藤枝 MISC はベガルタ仙台を退団することが決まっていたキム・ジョンヤ選手を完全移籍で獲得しました。キム・ジョンヤン選手は駒澤大学を卒業後にですね、ガンバ大阪でプロキャリアをスタートさせて、ここまでね、活躍をしていました。そのガンバ大阪の他にもですね、サガン鳥栖なども、などでも経験を積み、2018年にベガルタ仙台に移籍をしてきました。キム・ジョンヤン選手の持ち前の対人の強さや安定感を武器に、2018年、2019年はですね、13試合に、昨シーズン2020年シーズンはですね15試合に出場していましたが、昨季限りでの、ベガルタ仙台を退団というところが決まっていた中でのね、今回の、藤枝 MISC への移籍が決まったということになっています。藤枝 MISC は昨年ですね10位フィニッシュをしました。それなんですけど、得点はねリーグ6位と48点を取れていることから、来季は失点を減らすことで、際どいね、まあ、うのゼロだったりっていうところで勝ち点を拾えてくるのかなと思いますんで、まあ、このキム・ジョンヤン選手の、最終ラインでリーダーシップを取れる選手でもありますんで、これまでね、キム・ジョンヤン選手が各クラブで培ってきた経験をこの藤枝 MISC に持ち込んで、ぜひね、J1 昇格っていうところに大きく貢献してほしいのかなと思いました。このキム・ジョンヤン選手、ベガルタ仙台を退団が決まってから、まあなかなか続報が出ず、正直ねどうなるのかなと思ってましたけど、ひとまずね移籍先が決まったということでね、一安心できたと思いますんで、まあここからね、まあさらにスタメン争いというところで激化していくと思いますけど、今後のね活躍にも期待して見ていきたいと思います。まあ個人的にもねガンバ大阪だったりというところはね印象強くて、センターバックとして対人の強い選手でもありましたんで、この藤枝でね、スタメンを掴んで、ぜひ活躍する姿期待できればいいのかなと思いました。はい、ということですね。続いてが5つ目のニュース。今日最後の J リーグニュースになっています。FC 東京に所属し、この冬の海外移籍が噂されていた原大智選手がですね、クロアチア一部の NK イストラ1961というクラブに、完全移籍することが内定しました。原選手は現在21歳の選手で、FC 東京の下部組織出身の選手になっています。日本人では、貴重なね、191センチという特徴を生かしたプレーをね、武器に、2017年には西登録をされて、翌年2018年にね、トップ昇格を果たしました。2020年シーズンはスタメンの機会はそこまで多くなかったものの、スーパーサブ的存在を確立してですね、26試合に出場しました。2019年の FIFA アンダー20のですね、ワールドカップに出場するなど、各年代の日本代表でもプレーをしており、東京オリンピック世代でもあるこのね原大智選手ですので、ここから FC 東京のストライカーとして活躍していくのかなと思っていたところでのね、この冬の移籍の噂でまあ決定したという形になっています。移籍先のイストラというクラブはですね、クロアチア一部リーグに所属しており、過去3シーズンはいずれもクロアチア一部リーグは10チームあるんですけど、その中の9位で終えていて、かろうじてね、降格を回避しているという状況になっていますけど、今季は現在暫定で最下位に沈んでいるということもありまして、
まあ、ここからね、上位を目指していくっていう上で、この原選手のような、ストライカーの若きね、原選手を獲得に動いたのではないかと、個人的な見解を立てています。若くして海外に飛び立つことで、さらなる成長に期待したいですし、191センチというね、日本人ストライカーとしては希少な選手でもありますんで、ここからね、さらなる飛躍を遂げて、まあ、J1 に帰ってくるなり、ここからね、またステップアップするなりっていうところに期待していければいいのかなと思いました。まあ、自分もですね、J リーグを見ていて、後半途中だったり、まあ、後半からね、出てくる原選手っていうところは非常に身長も高く、怖いプレーもするんで、恐ろしい選手だなというところが思ってましたんでね、まあ、ぜひ海外で活躍して、これからね、まだまだ成長できる選手でもありますんで、今後の活躍にもね、期待して見ていければいいのかなと思います。はい、ということですね、今回は J リーグニュース第38弾として、まあ、サムネイルに載っていた外国籍選手2人と原選手、キム・ジョンヤン選手と、高校生の、広沢選手っていうところ、5つのね、J リーグニュースを紹介させていただきました。まあ、まだまだね、いろんなニュース出てくると思いますし、非常にね、興味深いニュースだったり、まあ、未だ去就が気になってるよというところね、ニュースも今後ね、まだまだ続報出てくると思いますんで、そちらもね、紹介できればいいのかなと思いました。というところですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、最近ね、J リーグニュースっていうところは遺跡がね、ちょっと減ってきて、まあ、この冬の遺跡動向まとめっていうところで各クラブやらさせていただいてたり、まあ、ランキング、ユニフォームランキングっていうところもやってますんでね、まだ見てない方は、ぜひね、ご覧になってくれたら嬉しいです。ということでですね、ここからまだまだ J リーグニュース出てくると思いますんで、自分自身も頑張っていきたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バイ。